クッコロデイズ最終決戦。やあ、セザケスでよ。とうとう最終決戦の時間がやってまいりました。出るかなと思っとったよ。それは出るかなと思っとったよ、ディアブロ。しかし、ほんまに決戦の時がやってきた。クライマックスだ。この物語が終わりに近づいてきとるな、これ。ディアブロとか出てきたらな、もう。そんな感じの展開。カタレの世界では、最悪と同じ意味を持つとされる邪悪なドラゴンだ。多くの国々を滅ぼし、モンスターを刺激して、人々に恐怖と絶望を与えるというその怪物のことは、カタリアから聞かされている。けれど、俺はそんな怪物のことを、結局は異世界の存在でしかないと考えていた。こちらの世界で出会うことはないだろうと甘く考えていたのだ。そうだろうな。しかし、その考えが甘かった。カタリアはこの世界、こちらの世界に来られたということは、ディアブロだって転移できるということに他ならない。カタレアはディアブロがこちらの世界を侵略することはないと言っていた。魔力がない世界なんてディアブロにとっては興味がないということだし。けれど、それすらも今までは希望的な観測でしかないように思える。秋葉原の街に現れたその巨大な異形を目の前にして、俺の中にあった楽観的な考えは全て吹き飛んでいた。まさにファンタジーの世界になってしまったんやな。でゃあこんな感じなんじゃ。うわあ、ほんまに無理なく RPG の最終決戦みたいな BGM 流れてる。フリーゲームでよくある感じの BGM 流れてる、これ。あ、さりげなくパンチラしてるか、このゲームらしいなって思うんだけど。あれが、ボリュー。動物園で見た象の十数倍はある。その大きさは圧倒的で、周囲にはディアブロが従えているモンスターが、こちらの様子を伺っている。もう反応世界観になってきとるじゃねえか、お前。創作の世界で登場するドラゴンはよく知っていたが、いざ本物の眼光に見せられると体がすくんだ。そんな俺を要素に、カタリアは小さく笑みを浮かべてみせる。あ、これなんかゲームアートだったらさ、水が熟練そうやなみたいなこと考えられるんだろうな、これ。だって口から火出しそうだもん。なんか水に弱そうな感じするなみたいな、そんな楽観的なことを考えてられるわけじゃないんだけどな。久しいな、ディアブロ。私が切り裂いた翼の傷はもういいのか？ディアブロって喋るんかな？なんか怒ってないか？いや、さすがに喋らんのじゃ。傷が痛むのだろう。え、そうなん。傷っていう傷が見当たらんような気がするんやけどな。言われてみれば、ディアブロの翼には大きく引き裂いたような傷があった。あ、あるわ。なんかちょっと布が切れたみたいな感じになってる。なんか古い布がちょっと切れたみたいな感じになってるよ、俺。回復していないところを見るとかなり効いていたらしい。本調子ではないなら好都合というものだ。うん、あの威圧感で本調子じゃないって。ブルスだ、キク、私の後ろに。ああ、わかった。わあ、おお、改めて見るとすごいな、これ。ほんまに異世界もんの戦闘みたいな感じになってるもんな。ほんまにクックロデーズってこんなゲームだったんじゃみたいな感じの展開になってきた。もうジャンルがもうだいぶ変わってきとるな、こうなってきたら。これまで恋愛とかそういうスケベな要素ばっかり磨いとったけど、ほんまに異世界もんしとるわ、これ。いや、こっちはさ、この世界異世界じゃないけどさ、異世界から来たって感じがして。あー、そしてカタリアが何かをつぶやくと、俺たちの周りに光の壁が発生した。その壁めがけてディアブロが炎を吐きつける。わあ、あー、ブレスの威力は相変わらずだな。火炎放射器とかいうレベルじゃなかった。カタリアは舌打ちして俺に手を差し出してくる。キ君の魔力を貸してくれ。魔法障壁を強化する。ブレスを吐き終えた瞬間が好機だ。おう、言われた通りに手を握って俺はカタリアに魔力を渡す。お、結構作戦が
きっちりした作戦で立てれとんでないが、バラン、ブレスが終わったところを狙ってみたいな。どういう理屈なのかは分からなかったが、片上が展開していた魔法障壁とやらが一段と大きなものになった。さすがだ。片上は笑みを浮かべて剣を握る手に力を込める。私にしがみついていてくれ。障壁を張ったままディアブロに近づく。え、マジでしがみついていていいん？え、こんな体勢だったらおっぱい触っちゃっても不可抗力になるよ。いいよ、いいかい。え、うわー、カドリアに言われるまま、カドリアの腰にしがみついて直後、カドリアの体がぐんと加速した。うん。それより腰の感触の方がちょっと気になるね、僕は。しがみつこうとしたら、必然的にこっちの胸あたりがカドリアのお尻に触りそうだ。うわあ、それどころじゃなかった。しかしそれどころじゃなかったわ。早すぎてよく見えなかった。どうやらカドリアは障壁を張ったままモンスターたちを蹴散らして進んでいるようだった。状況に理解が追いつかない、完全にパニック状態だ。そうしているうちにカドリアはディアブロの顔を付近めがけて跳躍していたらしい。うわー、展開早っ。完全にディアブロの顔が広がって俺は悲鳴を上げていた。やばいな、スピード感がさ、慣れてない、エイピックス慣れてないプレイヤーと、めちゃくちゃ狙いとって、プレデターとかユヒクロ、キャラコンの動きと、それぐらいの差があるな、これ。そんな俺のことは意に介することもなく、カトレアがディアブロめがけて剣を振り下ろす。至近距離の座撃だ。ディアブロが避けられるはずはない。しかし、調子に乗るな、小娘。あ、喋るんだ。あ、こいつ喋るんだ。ワイド普通に喋ってるやん。小娘言ってるやん。ディアブロが言葉を発したと同時に、ディアブロの尻尾がカトリアを強打する。衝撃が走り、カトリアと共に俺は地面に叩きつけられていた。あまりの痛みに身動きができず、声も発することができない。え、てぇ。だが生きているようだ、生きてはいるようだった。カトリアが展開してくれていた魔法障壁のおかげだろう。だが、カトリアは地面に、突っ伏せ、伏せたままかな、とりあえず。ピクリとも動かない。カトリア！絶望的な BGM。呼びかけようとするが、やはり痛みのあまりに声は出せなかった。俺が無事なのに、カトリアは無事ではないなんてことはありえないはずだ。それなのに、なんで動かないんだ。ふん、その人間をかばったか。我がコーデシュキッシュも、こうなっては脆いものだな。え？もはや世が手を下すまでもない、モンスターどもに食われるがいい。そう言って、ディアブロは、興味が失せたばかりに、追い出しから視線を外した。その代わりに親たちを囲んできたのは複数のモンスターだった。騒動の狼や人ずつ詰めの巨人ディアブロよりは小型のドラゴンもいた。俺はどうあがいたところでこんな怪物たちを相手に戦いはずはない。あー、でもこれモンスター側からしたらさ、いいんですかディアブロ様、この女を俺たちで好きにしてみたいな感じながら、これ同人誌的な感じで見たら、おー、素敵、好きにしていいぞ。え、はい、さすがディアブロ様、じゃあ、ありがとういただきます。同人誌的に見たらな。同人誌的に見たらな、お前。こんなの、どうしろって言うんだよ。絶望が、俺の胸の中で大きく広がっていく。にもかかわらず、なぜか俺の体は立ち上がり、語り合うかぼうようにモンスターたちと相対していた。女騎士をかばうか、貧粛な、でやったのかな、人間よ。何で悪かったな、読めなくて悪かったな。読めなくて悪かったな、なんていう意味か全然わからんけど、こじんまりとしとるとかそういうことだろ、そういうことだろ、悪かったな、読めなくて。漢字が弱いんじゃこっちは。
強がりを言ったつもりだったが、声は震えていた。カトリーニアや、カトリアには手を出しさせない。俺が相手になってやる。愚かな。てか、お前噛んでたぞ、カトリア。カトリアって名前噛んでたぞ、お前。ならば、世のブレスから、その女騎士を守ってみせよ。ああ、あなた手出さないって言ったやん。お前、手出さないって、古文ども、あとは、好きにするからいいとか言ったやん。ああ俺が赤目になったところで、カトリアもフォローに任せてしまうに違いない。それでも、俺はその場から離れることができなかった。目を閉じて、ディアブロのブレスが体を焼く瞬間を待つ。しかし、いつまで経っても、その瞬間はやってこなかった。え？その代わり、肩をポンと叩かれて、俺は目を見開く。誰？カトリア！おい！生きとったんか、我！さっきまで倒れとったんだ、何だったんやっていうぐらいピンピンしてる。カトリア？あ、BGM 戻ってきた。そうだよな、まだやられるわけにはいかない。剣をディアブロに突き刺し、双剣先から魔法障壁を展開しているカトリアの姿が、俺の眼前にあった。無事だったのか？スチルがですね、さっきと全く同じなもんやけんさ、全くの無事に見えるんですよな。全身が悲鳴を上げている絵じゃないんですよね、これ。低コストで済ませるためにスチルをもう使い回してるからね。無事とは言えない見た目じゃないんですよね、あなた。それ以上に今は力が溢れている。キ君の勇気が私に力をくれたんだ。それはラブだよ。それは愛という力なんだよ。俺の勇気、ブレイブ。この一撃で終わらせる。ありったけの魔力を私にくれ。わ、一撃に注ぎ込もうとしてる。カトリアの求めに応じるようにして、俺はカトリアの横に並び立つ。そして彼女が構える剣を一緒に握ると、俺たちは力の限り叫んでいた。いわあ、あー、やべえ。こんな時にすら、おっぱいに磨いてる俺は、なんて愚かなスケベなんだろうなって思います。このおっぱいのね、膨らみがわかる体勢、よろしくて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 、つらいよー、あげんな。スケベだ、ゴールデンボンバー出てくる。剣がまばゆい光を発したかと思うと、剣先から発せられた巨大な光が辺りを包み込んだ。その光の中に飲まれながら、俺は意識を失った。どうなった？あれ？周りがなんか普通のもの、普通の景色に戻ってる。俺が目を覚ました時には、すでに全てが終わっていたようだった。ディアブロは倒れ、カトリアは予定通りモンスターたちと共に元の世界に戻るんだという。わあ、展開は早い！もう戻る話し始めてる。ありがとう。キ君がいてくれて、私も勝てることができたみたいな。そんな酔いともなく、そんな元の世界に戻る話になってきてる。え？もう展開終えてんの？てか早いよ。待ってよ。もう別れ？なんかもうちょい会話あるじゃん。そんなに急がなくちゃいけないのか？お、ほんまやで。早いで、展開が。もちろんだ。今は結界を張っているが、モンスターを取り逃がせばこちらの世界で犠牲者が出る。あ、つまりそのモンスターと一緒に向こうの世界に飛ぶってことか。それにディアブロの魂はまだ生きている。あちらの世界に逃げたようだ。魂は生きてるってなんなん。魂は生きてる。そう、 VTuber の魂みたいにコロコロと体変えれるもんじゃないんだよ。普通はそういうもんじゃないだろ、お前。魂さえあれば、あとはまた体変えれるみたいな話じゃないだろ、お前。ありかよ、そんな。カトリアはそうつぶやくと、俺に向けて小さく微笑んだ。キ君の協力がなければ、ディアブロは追い返せなかった。礼を言う。いや、これまで楽しかったと思うよ。まあ、スケベな面もあったけどさ、結局、カトリアという人間が、俺の心を照らしてくれているな、そんな感じがするよ。俺は、ただ、がむしゃらにやっただけで。キ君と過ごした日々を、
私は誇りに思うよ。そう告げたカトリアは自らが展開した魔法陣の中へと消えていく。もう上がれか。待ってよ、行動が始まってまだ16分ぐらいしか経ってないぞ。展開早いぞお前。ラスボス蹴散らした後で、おいおいお前、あ、やばい、動画時間の長さがさ、この和解のあっけなさをさ表現してしまっとるじゃないかお前。もうちょい会話の時間を欲しかった。もう別れかよ。何か声をかけなければと思うとは、言葉が出てこない。彼女の思い出が次々に頭をよぎる。このまま別れてしまうことはまだ仕方がないと納得できた。カトリアには騎士団長としての責任があるのだから、こちらの世界に引き止めることはできるはずもないけれど、本当の気持ちを伝えないまま離れ離れになってしまうのだけは嫌だった。いえ、言うんだカトリア。俺は覚悟を決めて口を開いた。待ってくれ、俺は。しかし、俺が思いを伝える前にカトリアの体は光に包まれ、そして消えた。え？何も言えんまま、伝えられるまま、こんな終わり方かよ。静かになった秋葉原の街のど真ん中、俺はただそこで一人呆然とすることしかできなかった。別れは残酷だった。早かった。向こうの世界に行ったんか。カトリアが去ってから月日は流れ、静かな日常が戻ってきた。カトリアと出会う前の状態と何も変わらないはずなのに、俺の胸にはぽっかり穴が開いているような気がする。あの別れ際に俺の思いを伝えられなかったからだろうか。気がつくと秋葉原の街中で彼女のことを探していたこともある。笑いながらめめしいような。もちろん彼女はどこにもいない。カトリアと出会って一緒に暮らした日々が夢だったら、今がどれだけ楽だっただろう。あれが夢であったなら、俺はこんなに苦しまなくても済んだはずなのに。いや、やばい、恋愛なんかラブソングの一曲の一つの歌詞みたいな感じになってるよ。あれが夢であったなら、俺はこんなに苦しまなくても済んだはずなのに。ありそう、ありそうや、なんか。TRF あたりが歌ってそう。部屋の中にはカトリアの私物がまだ残されている。いつの日かまた彼女がこちらの世界にひょっこり現れるかもしれない、なんてことを考えてしまうのだ。やばい、これあれだろう。なんかドラえもんが未来に帰ってしまった時の伸びたみたいな感覚かもしれない。また帰ってくるかもしれないドラえもんが。その時に僕は立派な姿になっているようために、僕は頑張らないといけない。ドラえもん最終回みたいになってる。情けないよな。俺はカトリアからもらったキーホルダーを握りしめ、そうつぶやく。彼女は元気でやっているだろうか。両親や騎士団の人たちと無事再会できたか。そんなことを考えながら、俺はベッドの上に寝そべった。彼女の匂いが残っていたスノーベッドも、時の流れとともに少しずつ残り香が消えて、俺の匂いに染まりつつある。いつまでも引きずっていたらダメだ。きっと今の俺を見たらカトリアも幻滅するだろう。なよなよするなと喝を入れられるかもしれない。彼女が元気でやっているなら俺はそれで、せめてさ、その子のカトリアの姿見せてほしいんやけど。こんな、せめてさ、カトリアが元気でやっているところをちょっともう見せてほしいんやけど。ちゃんとディアブロを倒してさ、魂も倒してさ、
そう、向こうで平和に元気にやんよる姿を見せてほしいんやけど、出会えんでもよくてもさ。そこまで考えてから、俺はベッドから起き上がった。いつまでも彼女の残り可能する部屋に閉じこもっていても何も始まらない。思い出は未来を彩るためにある。俺は手に握りしめていたキーホルダーを押し入れの奥にある箱の中にしまった。カトレア、俺は前に進むよ。いつまでも体に閉じこもっていはいられない。勢いよく扉を開け、俺は彼女がいなくなった部屋を飛び出した。終わりか、これで。こんな終わり方なん？あんな終わり方が嫌だった俺は。選択肢を選び直してここへ来てしまった。俺は運命を変えてみせる。カトレアとあんな不完全燃焼で終わる未来を変えてみせる。そんな感じで選択肢を選び直してここまで来ました。あれ、なんかこんな選択肢変わった？これ結構。キ君のおかげだ。モンスターたちも今はディアブロを失って。待て、ちょっと待て。え？なんか選択肢、なんかえらい名前、なんか文章変わったぞお前。ディアブロワーでもういない私たちの勝利で魂の話なくなっとんで、魂になったぞみたいな完全勝利になっとんでこの時点で。え？倒れてる俺の隣に腰掛けて笑みを浮かべながらみたいな。余裕な感じの表示になってる。キックのおかげだ。ジャブルを失って逃げ惑うだけのうぞうむぞうになり下がっているみたいな。奴らと共に私が元の世界に戻れば、こちらの世界から今日は消え去る。選択肢の選び方次第ではもうこの時点でディアブルを完全勝利した感じなんやな。ディアブルを倒したという考えなんてものはまるでなかった。それよりもカタリアの言葉の方が俺の胸に刺さる。そうか、もうお別れってことだよな。あ、時間に余裕がちょっとできた感じになってる。だったらこんなところで寝転がっている場合じゃない。最後の瞬間ぐらいちゃんとカトレアと向き合っておかなければ。いって、無理をするな。骨は折れていないはずだが、強く打っていたからな。それにディアブロを倒すためとはいえ、膨大な魔力をキ君から奪うことになってしまった。足腰が立たないのは魔力枯渇によるものだろう。そうか。そう言ってカトレアは立ち上がるとぐっと背筋を伸ばした。それじゃあ私は行く。ああ、こんな感じでしっかりとした、ちょっと時間が取れるような感じかもしれんな。もう少し一緒にいたかったが、これ以上先延ばしにすると決意が揺らいでしまいそうだからな。揺らいでもええで、くずっとこっちにおってもええやで。カトレア、まあなんて言うのは野暮なんやけどな。お笑いだな。もちろん引き止めようとは思っていなかった。カトレアの世界にはカトレアの帰りを待つ多くの人々がいる。暴君ディアブロを打倒したとなれば、さらにカトレアは英雄視されるに違いない。けど俺の口から出てきた言葉は俺自身も予想していないものだった。帰る前でせめてもう一回だけおっぱい揉ませて。けど俺の口から出てきた言葉は俺自身も予想していないものだった。いつでも戻ってきてもいいんだぞ。はは、全然未練捨てきれてないでないかお前。そんな感じの、まあ、気持ちはわかるがあの感じ。次元転移魔法はもう使えるんだろ。もし何か辛いことがあったら、いつでもまた戻ってこればいい。無理だ。全く同じ次元座標を設定することはできない。砂漠で落としたどうかを探し当てるよりも難しいんだぞ。
生まれた世界ならまだしも、縁もゆかりもない世界を再びつなぐなんて。できるさ。痛みを我慢して状態を起こした俺は短くそう告げた。縁もゆかりもないなんてことはないだろう。だってこの世界には俺と過ごした思い出があるんだから。これのこと忘れたのか。俺が取り出したのはゲームセンターへ手に入れたウサギのキーホルダーだ。さっきの世界戦場では、お尻の中にそっとしまっておいたこのキーホルダー。片割れのウサギをカトリアに見せながら、俺は笑って見せた。お互いを忘れないって言っただろ。そうだったな。彼女は小さく呼吸を整え、噛み締めるように言葉を発した。私の務めを果たすために元の世界に戻る。あ。けど私はキ君と一緒に生きていきたい。だからいつかきっとこちらの世界に帰ってくる。それまで私のことを待っていてほしい。わかった。何年でも俺カトリアのことを待つよ。あれ、ロマンチックやなぁ。ロマンチックな展開になってる。こっちは何年でもお前のことを待つよ。わぁ、ロマンチック。カトリアの世界の人たちに迷惑をかけたくはないけれど、俺もカトリアのことを大切に思っている。だからこれはお互いが納得するための方便だった。本当に戻ってこれるかどうかなんて保証はどこにもないけれど、俺は彼女の言葉を信じることに躊躇はなかった。またな、カトレア。ああ、また、いつか。俺の言葉に安心したような笑みを浮かべたカトレアは、剣を掲げて上空に大きな魔法陣を作り出した。その魔法陣がゆっくりと秋葉原の街を包み込むように、降りてくる。こうしてちゃんと思いを伝えた状態で送り届けることができたんやな。こっちの世界線ではこれで良かったんだよな。俺がそうつぶやく頃にはカトリアの姿は後世界から完全に消えてしまっていた。本当に出会えるかどうかはわからない。出会えるにしてもどれぐらいの時が経つかわからないけど、再会の約束を交わして、俺たちは別れた。前向きになりそうじゃ。これは、すぐに前向きになりそうな感じの展開。それから、月日は流れていき。カトリアと暮らしていた時のどっか、非日常生活から、平和な日常へと戻っていく。人というのは、環境に順応する生き物らしい。はじめは寂しかったりもしたが、しばらくすると、今の生活に少しずつ慣れてきた。ただいまーと誰もいないんだけどさ。バイトから帰ってきた俺は自称気味に誰もいないアパートの部屋に帰宅の挨拶をする。カトリアがいなくなっても続けている俺の習慣だ。荷物を下ろし、ふと部屋を見渡す。彼女と生活した時は狭かった部屋が今では少し広く感じる。飯は後でいいか。ベッドに腰掛けた俺はバッグから本を取り出した。友人からおすすめされた女騎士物のライトノベルの最新刊。カトリアのことが恋しすぎて女騎士物を得て出したの。ああ、ちょっと恋しすぎて、それに近いものをちょっと摂取しようとしとるんだよ、お前。ちょっとめめしいな、お前、それも。俺はパラパラと本を読みながら、カトリアのことを考えていた。そのせいで、本の内容が全くと言っていいほど頭に入ってこない。彼女は、向こうの世界で元気にやっているだろうか。暴竜ディアブロを倒した英雄として、きっと人々から感謝されたはずだ。騎士団の仲間たちからも喜ばれたに違いない。
そんなことが次々に頭に思い浮かぶ。あの時の約束、忘れてないからな。本を閉じ、カトリアからもらったキーホルダーに目をやる。あの日から肌身離さず持ち歩いていたせいで、キーホルダーが黒ずみ始めていた。これ、水洗いしたら元に戻るかな。キーホルダーを手に持ち、ベッドから立ち上がろうとした瞬間。あの日と同じ強烈な光が俺の体を包んだ。まさか、うわあ！大きな照明にも照らされたかと思うほどの光量。だが、その光を俺は知っている。うわ、何これ。これって、わあ！出てきてる！空間に浮かび上がる魔法陣へ近づいていく。光が次第に弱くなっていき、そこから見覚えのあるシルエットの女の子が姿を現した。わあ！おかえり！これをサムネにせずに何度するんだお前。スクショだ。おいおもう今だけはこの姿でいてくれって感じになってしまっている。柔らかい笑顔を浮かべていたカトリアを抱き寄せ、俺は泣き出しそうな自分を抑えながら声を振り出す。絞り出すか。そして、俺は、カタリアの唇に、自分の袖をゆっくりと重ねた。わああ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 あドスキビですはいドスキビですドスキビですはいドスキビですはい驚いたようなカタリアだったが、次第に力が抜けて、俺の背中に手を回してくる。積極的になってきてる。そうしそうはい。彼女の唇は柔らかく、お互いの熱で溶けてしまいそうなほどだった。どのくらいそうしていたのか、どちらともなくそっと唇を離してから、俺はカトリアに言葉を投げかける。あっちの世界のことはもういいのか？もう私は騎士団長でもなければ、女騎士でもない。ただの女だ。そうなんだ。ただの女か。照れを隠せないカトリアに、俺は苦笑を浮かべる。凛々しいカトリアとは違う、普通の女の子のように恥じらう姿を見て、俺は気持ちを固める。これからはずっと一緒だ、カトリア。ああ、そのつもりで戻ってきたんだからな。約束を違えたら許さないぞ。わかってる。絶対に約束は破らない。この答えに満足したのか、カトリアはふっと笑みを浮かべた。褒美を渡さないといけないな。え、なになに？褒美ってなんすか？え、おっぱい揉め放題券とか？キスを終え、俺の目を覗き込みながら言うカトリア。彼女の目には、少女がちょっとしたいたずらを思いついた時のような興奮と期待が映し出されている。褒美って何の？そこでとぼけるか。無論ディアブロ討伐の褒美だ。え、いやそんな気にしなくていいって。俺はカトリアと再会できたらだけでも嬉しいから。それにディアブロ討伐はカトリアが頑張ったからで、俺は手伝いをしただけ。そう続けようとした時だった。カトリアの指が俺の唇に当てられる。主君の謙虚な心は素晴らしいと思う。しかし、己の過小評価が過ぎるのは近いんだよな。さっきこの二人めっちゃ近いんだよな。お前のおっぱい俺の胸に当たってるからな。でも、実際、ディアブロを追い詰めたのも、とどめを刺したのもカトリアだ。一緒に戦ったといえば聞こえはいいけど、あの戦いを思い出すと、俺の評価は間違ってない。やっぱり、褒美なんて。いらないのか。不満そうなカトリアに、俺は首を傾けてみせる。欲しい。言っただろう。私は騎士団を辞めて、こちらの世界に戻ってきたと。キ君を思うこの気持ち、
理解してもらいたいのだがな。その言葉に俺はハッとする。ディアブロ討伐の褒美など方便だ。キ君と添い遂げる、それが私なりの褒美なんだ。カトリア、カトリアのまっすぐな瞳を見続けることができず、しかし彼女の気持ちの全てを受け止めるように強くその体を抱きしめる。少し痛いぞ。そんだけ密着したがいいんだよ。密着したいんだよお前と。ごめん。いいんだ、気にしないでくれ。あー、そして重なる唇と唇。そう言ってカトリアはそっと目を閉じた。その意味を理解して俺は再び彼女に唇を近づける。小さくこうささやきながら、愛しているよカトレア。そして俺たちはまた唇を重ねた。甘酸っぱい時間だった。というわけで、ルート次第ではちゃんとこう、二人が一緒になるというルートも、あります。今回実況ではやらないんですけど、もう一つね、その、エンドがあって、カトリアとちゃんと結びつくエンドで、また違うパターンがもう一つあるんですよ。でも今回は実況ではやりません。気になる方は、自分でこのゲームを取って、手に取って、ちょっと探してみてください。甘酸っぱい話だったな、結局、最終的には。キュリエイトさんのゲームって、やっぱ最終的にはこんな感じで、まとまるというか、温かい終わり方するにはない、いつもいつも。アイドルデイズの時もそうだったけど。最初はさ、やっぱスケベな目線で見てしまうよとさ、こうちゃんと温かい終わりで収束を向けるのがキュリエイトさんのゲームのいいところかなと思います。安い値段で、ボリュームちょっと抑えめながらも安い値段で買えるゲームなんで、皆さん、今後もこのキュリエイトさんのゲーム、期待していきたいと思います、俺も。皆さんも期待していてください。今後、いろいろななんとかデイズの作品がどんどん出てくるらしいんで、ちょっと俺も、興味を持ってちょっと調べておきますので、また多分実況すると思います。なので皆さんよろしくお願いします。というわけで、そろそろ喋ることなくなってきたんで、エンドロールいいっすか。終わった。あ、カトリアとの共同生活を再開してからすでに数ヶ月の時間が経っていた。おう、彼女の荷物が増えて、ただでさえ手狭な俺の部屋はさらに狭くなっていく。幸せの狭さじゃ。それは幸せな狭さじゃ、お前。ゆくゆくは彼女と結婚したいと思っているし、いつまでも小さなワンルームというわけにもいかないだろう。新しい物件を探すために、情報誌を眺めていた俺は、その家賃を見て、観測かな、した。やっぱり高い。俺をバイトから卒業しないとダメだよな。カトリアと生活するために、バイトの時間を増やしてもらってはいたが、それでもお金は足りない。家探しの前に、まずは就職活動をした方が良さそうだ。その前、主人公、あれなん、学生じゃないん。今の言い方、学生じゃないん。大学卒業して、あとニートとしてバイトやいよるみたいな感じになってるの。それ。在学中に、就職先見つからんかったんかって話なの。カトリアと解読を終えた魔導書は、今でもしっかり本棚に鎮座していた。どれこれ。詳しく調べたところ、どうやら親の遠い祖先が、この魔導書を記した魔法使いだったらしい。マジか。この魔導書に触れたことで、親の魔力の素養が開花したということらしい。とはいえ、別に今でも魔法が使えるようになったわけでもなく、ただ魔力を持っているというだけの一般人でしかないのだが、まあ、もう魔法とか魔力が必要になるということもないだろうけど、また、ディアブロのような怪物が襲ってきたら困るが、そんなことは、あんなことは、もうそう起きないはずだ。それに、もし万が一、そういう時代に陥ったとしても、カトリアと一緒なら、どんな困難も乗り越えられる。
家族ってそういうもんよな。もうすぐカトリアが帰ってくる時間だ。夕飯の準備でもしておくか。カトリアはかつて通っていた剣道場へと再び出向いて剣を教えていた。相変わらず師範や道場生にかなり気に入られているようで、彼女が道場に現れた際は歓喜の声が響いたらしい。わー、カトリアおっぱい、カトリアおっぱい。セクハラだぞ。あちらの世界での生活を捨ててこちらの世界に来てくれたカトリアだ。彼女を歓迎する人が俺以外にもたくさんいてくれたことに感謝しつつ、なんだか嫉妬してしまう。俺が一番カトリアのことを知っているなんて、この地味な意地を張ってカトリアには大いにもらわれたものだ。いや、カトリアは俺の嫁やからな。お前ら勘違い、お前ら手出すんじゃないぞ、俺の嫁やからな。夕飯の用意をしながら俺は時計の針を確認する。それとほぼ同時に勢いよく玄関の扉を開いた。キー君帰ったぞ。わあ、もうその私服姿が様になってるってことがわかるな。それでもう鎧姿っていうのはもうなくなったよな。もう鎧なんか金曜になったよな。さすがに騎士じゃ女騎士じゃなくなっとんやけんさでも多分押し入れの奥に風にしまわれとんだろうなおかえり。ずいぶんテンション高いな。いつも凛しい彼女だが、今日はいつになく気持ちが高ぶっているように見えた。何かあったのだろうかと勤しんでいる間に、カトリアは冷蔵庫からお茶を取り出してそれを飲み、呼吸を落ち着かせる。聞いてくれ、今日師範からとんでもない申し出を受けたんだ。師範から？もともと腰を痛めていた師範はカトリアが戻ってきてからほとんど直接指導をしなくなったと聞いている。それだけカトリアのことを信頼しているということだが、その師範からの申し出と聞いてピンとくるものはない。もしかして大会に出ろってことか？それならやめといた方がいいと思うけど。カトリアの実力はこちらの世界に定住することになった今でも以前と変わりがない。巨大なモンスターの王ディアブロですら倒すカトリアに普通の人間が太刀打ちできるはずがなかったもう住む世界が違うもう本当の意味で住む世界が違うやけんな、これ。そんな俺の懸念にカトリアは首を横に振って答える。あ、いや違うんだ、師範があの道場を私に継がないかと言ってくれてな。道場を継ぐ？思っても見ないその言葉に俺の思考が一瞬停止した。師範は道場の後継者を探していたらしいんだ。そこで私に。なるほど、カトリアなら確かに適任かも。そう言ってくれるか。とはいえまだ正式な返事はしていない。まずはキ君と話してからと思ったかな夫婦やん、もう夫に相談してみますみたいな感じ。夫婦やん、もう完全に。何やら嬉しそうなカトリア。どうやら道場を任されるということに対してかなり前向きな考えを持っているのだろう。俺はもちろん構わないよ、カトリアがやりたいようにやってくれ。うむ、キ君ならそう言ってくれると思っていた。そういうやいないやカトリアは俺の胸の中に飛び込んでくるスキンシップわあ、スキンシップ。稽古後の汗が入り混じったカトリアの香りが俺の鼻孔をくすぐり、なんだかこそばよい気持ちになってしまう実況グッジョブなんやけど鼻孔をくすぐりとかちょ、おいおい、そんなこっちの気持ちを知ってか知らずか。カトリアは俺の胸の中で幸せそうに微笑んでいる。良き理解者を持てて私は下方者だ。ああ、俺もこんな女と一緒に入れて下方者だよ。大げさすぎだろそれ。俺は笑って返す。騎士団長の次は道場主というわけだ。王国の騎士団を率いていたカトリアが運営するとなれば結構うまくいくかもしれない。道場を継ぐにあたってキ君にも少し稽古を積み直してもらわないとな。え道場主の夫になるんだ。強い旦那様でいてほしいと願うのはわがままだろうか。その顔で言われたらやらなあかんような気がしてきた。少し照れたようなカトリアに俺はたまらず彼女のことを強く抱きしめる。おい、ごめん、でもそうだな、
俺も強くなるよ。カトリアのことを守れるくらいに。何かまずいことでも言っただろうか。急にカトリアが押し黙ってしまったので、俺は戸惑いながらも彼女から離れようとする。すると、彼女は俺の服の袖のあたりをぎゅっと掴んで、消え入りそうな声でつぶやいた。このウブちゃんめ。ええ、それはもう今更すぎるだろう。そうそう慣れてもらわないと。そうは言いながらも、俺はこうしていつまでも変わらないカトリアのことを愛していて、いやお前らどうせ毎晩毎晩同じベッドの中で寝よんだろお前ら。今じゃな何言うんだお前ら。これからもずっとそんな言葉をささやくたびに、彼女は恥じらいながらいつものあの言葉を口にするのだ。殺せ、まだ言ってんかそれ。まだ言ってんかそれと、キャラ守りすぎないよお前、もうキャラ守りすぎないよ。最後はちゃんとタイトル通りの終わり方。というわけでクッコロデイズ完結。ご視聴いただきありがとうございました。というわけで、また新しく出るキュリエイトさんのゲームに期待しながら、俺はこのゲームをワイドさせていただきます。面白かったと思う方はぜひ別の実況動画の方も確認よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。さようなら、週明け。